クラフトネットワークの1回目の講義の、クラフトネットワークの1回目の講義の、ビデオを見た後の、復習という形のことをリアルタイムで行うということになります。よろしいでしょうか。それでですね、まず皆さん、動画は見てきていただいているってことは、前提なんですけども、それで、いただいたコメントをですね、紹介しながら、そうか、そうか。これ画面でやってるから、共有を変えちゃいけないんだな。ちょっと待ってくださいね。この画面の方で共有、こうですね。こんな感じでコメントをいただいたものは、これは授業のウェブページで、クラスルームではないんですけども、クラスルームの方からまた取れますが、シラバスにも書いてあるページです。で、書いてあって、一応ですね、見たら何かしらコメントをいただけるとありがたいですが、これ今日コメントこれ7件しかいただいてないんですけども、皆さん何か見たら、感想でもいいので、質問であることは、嬉しいんですけども、質問じゃなくても、コメント、感想とか、なんだろうな、雑談でも何でもいいので、なんか出してください。はい。で、質問には、回答していくっていう感じなんですけど、で、授業で補足するのは、ちょっとこの2つで、1つはですね、そうですね、グラフが動形であるとき、その動形写像はただね、1つだけなんですか？という質問ですね。で、私の回答は1つだけであるとわかりません。ってことなんですけども、ちょっとじゃあこれは今から補足します。で、もう1つですね、握手払いを視覚的に見て、グラフの次数が奇数となる頂点の個数は偶数であることに納得できたという話があって、これについてもちょっと補足します。実際そのグラフにおいて、次数が奇数である頂点の個数は偶数になるんですけども、それが何なのかということをちょっと補足します。はい。で、まずはじめの、動形写像はただ一つなんですか、一つだけなんですかっていう話なんですけども、で、一つだけとは限りません。で、今、見ていただいているのは、この授業の中にあった例なんですけども、で、これは、何だったかという、これは、すみません、ちょっと映ってしましたね。ですね、向こうグラフですね。で、向こうグラフで、G1 から G2 への動形写像を見つけなさいっていう、こういう話だったんですけども、で、一緒に解答例ですね。で、これは動形写像ですって振られるんですけども、で、これは、気分は1を1に移して、2を4に移して、3をですね、3を7に移して、4を3に移して、こんな感じですね。で、5を6に移して、6を2に移して、7を5に移すと、こういう感じだっていうふうに言ってるんですけど、ね、ちょっと今これ矢印で書いたらちょっとよく分かんなくなったので、ちょっと書き方を変えようと思うんですけども、気分は何かというと、この、左側のグラフの、今、頂点が置かれてある位置があるんですけども、その頂点を動かすという気分にしましょう。例えば、この、ファイ2が4であるっていうのは、2を4の位置で、4の位置で動かすというふうに思いましょうと。で、そうすると、で、これですね。ファイ1は1なので、1は1の位置に動かす。だから1は1のまま。で、それで動かした後の図を書いてみましょうと。で、1は1のままで、2は4の位置に動かすと、2はここに来ると。4の位置に来ると。で、3は7の位置に来ると、3はここに来ると。こんな感じですね。で、4が、ファイ4が3なので、4は3の位置に来る。4は3ですね。ここですね。で、5は6の位置に来る。で、6は2の位置に来る。すいません。6は2の位置に来る。で、7は5の位置に来る。で、こうですね。で、この左のグラフの辺をそのまま、この今置いたとおり書くと。そうすると、1と隣接してるのは2と7。これです。2と7。2と隣接してるのは1、7、3。2と1、7、3。ここですね。で、3と隣接してるのは3、4、6、3。3が刺さる。3を7の位置に動かして、4を3の位置に動かしてる。すいません。これは間違ってますね。ここが間違っていて、4、すいません。4を3の位置ですね。で、文字であると、1は2と7で、2は3、7、
2は3、あ、こうですね。すいません。3、7。で、3が、2、4、6。3は2、4、6。こうですね。はい。で、4は3と5と隣接している。4は3と5と隣接している。こうですね。はい。で、5は4と6と隣接している。5は4と6。こうですね。はい。で、6は3、5、7。6は3、5、7。こうなんです。で、7は1、2、6。7は1、2、6。あったんですね。こうですね。で、そうすると、ここに書かれた描かれ方と、この右側の描かれ方は、その頂点の番号を除いて同じになっているわけですね。で、そうすると、確かにこう同型だなっていうことがわかるっていうことだったわけです。で、まあ、そういうふうに考えましょうっていうことにしますね。じゃあ、今、じゃあ、このファイという、このファイという同型写像をこれ与えたんですけど、じゃあ、これ以外に同型写像ありますかって言われて、これあるんですね。で、実際にちょっと一個例を書いてみようと思うんですけども、ちょっと前もって考えてみようですね。ちょっとじゃあ違う文字で書くと、違う文字、ファイの次、プサイですね。プサイ書くと、ですね。じゃあ、プサイ1は1で、プサイ2は、どうしようかな。プサイ2は5かな。プサイ2は5。で、プサイ3は、あ、ここまでちょっと右がはみ出ますね。プサイ3は、2。で、プサイ4は6。プサイ5は、どこかな ?3 かな?で、プサイ6は、どうしようかな ?7 かな?で、プサイ7は4。で、こういうのをちょっと考えてみましょう。で、まずこれは全般写です。全般写です。何かっていうと、1、2、3、4、5、6、7とちゃんと1回ずつ出ます。だから1対1対応になってますね。全単数です。で、先ほどの例と同じように、このプサイという写像を使って、書いてみましょうと。絵を描いてみましょう。で、1を1の1に移すという感じですね。で、2は5の1に移すので、2はここに来ると。で、3は2の1に移すので、3がここですね。で、4は6の位置に移すので、4がここ。で、5は3の位置に移すので、ここですね。で、6は7の位置に、ここ。で、7は4の位置に移すから、ここですね。で、まあ、線を結ぶと、1と2と7。1が2と。で、2は1、3、7だから、2は1、3、7ですね。で、3は2、4、6。3は2、4、6ですね。で、7に。次、4ですね。4は5、3と5。4は3と5ですね。はい。で、5は4と6。5は4と6。はい。で、6は3、5、7。6は3と5と7ですね。で、7は1と2と6。いいですね。で、そうすると、今ここで書いた描かれ方っていうのは、下の描かれ方と同じなので、やっぱりこの青いのも同型写像ってことになるわけです。だから、同型写像、二つ以上あることもあります。ここまでいいでしょうか。そうですかね。はい。じゃあですね、ちょっと、もう少し、じゃあちょっと考えてみると、これで、どう、これかな?違うな。違うやったりのページ操作で追加したい。で、例えばですね、今、ちょっとなんか、見た目が複雑なグラフだったので、よくわかんなかったかもしれない。もう少し、ちょっとじゃ単純なグラフ考えますね。あ、しまった。これ今書きたかったんですけども。1、2、3、4、5。今、こういうグラフがあるとします。これ、今日公開されるオンデマンド動画では、経路というふうに呼ばれる、頂点数5の経路というふうに呼ばれることになるグラフなんですけども、これ今 G としましょう。じゃあ、G から G への同型写像っていうのを考えてみましょう。実はその、お、あの、自分自身、同じ、グラフに対しても、別にまあ、同型写像を作れるわけですよね。考えられるわけです。だからこれは、まあ、定義を書くと、
ファイとしましょうかね。ファイが G から G への同型写像であるとは、何かっていうと、ちょっと、これじゃあ G というか、これは VE と書いて、V が頂点集合で E が辺集合ですね。で、このファイっていうのは、V から V への写像で、これは全端写。まず。で、なおかつ、UV っていうのが、辺だったら、その写した後ですね、ファイ U、ファイ V っていうのも、辺であると。こういう条件が成り立っているものですね。で、これが同型写像と定義した。じゃあ今この、このっていうのは、これ左に書いてあるグラフで、において同型写像っていうのを見つけたいんですけども、一つ、これその、あ、まずですね、どうしようかな。まあいいや。この、自分から自分への、G から G、同じグラフへの同型写像っていうのを考えるときには、一つですね、自明なものが、自明なものっていう名前に一致がいいんですけども、必ず、どんなグラフに対しても同型写像になるっていうのがあります。で、それは何かっていうと、いわゆる高等写像です。高等写像です。で、これは、授業の中でも扱ったんですけども、その、同型であるという関係が対象である。ということと、まあ、言ってることは同じですね。G と G は同型なんだけども、どんなグラフ、G に対しても。で、その、同型性を証明するときには、高等写像を使えるということでした。だから、何を言ってるかっていうと、高等写像は、G から G への同型画像です。だから何言ってるかっていうと、ファイ1は1、ファイ2は2、ファイ3は3、ファイ4は4、ファイ5は5っていう、こういうやつですね。同型写像です。じゃあ他にも同型写像ありますかって言われると、この場合はですね、たくさんあります。たくさんあって全部で多分10個あると思います。で、だから今そのうち1個は高等写像って言ってるんですけども、他には9個あるわけです。で、まぁ、あ、ちょっと待ってね。この高等写像ってどういうことかっていうと、このまあ、1、2、3、4、5っていう、このグラフ、これは G だってなるけども、これをそのファイで写した後っていうのは、その、先ほどのその書き方と同じように、その1の場所に1を持ってくるかっていうふうに書くと、こういうふうに書けるんですね。で、そうすると、まあ、この見え方とこの見え方は同じになっているということですね。じゃあ他にも、なんかそんなように、そのなんかこの頂点の場所を写して、見え方が同じになるような、写し方っていうのは、いくつありますかというのを考えるわけです。いくつか他にもありますかって考えるわけです。で、例えば、今、まあ、左の図はちょっと、書かないようにして、同じグラフ G ですね。で、例えば、この今、1、2、3、4、5ってこう上に書いてあるんですけど、これを、くるっと回します。くるっと回します。何言ってるかっていうと、時計回りに回してみましょう。72度かな？ちょっと、わかんない。365度で割った、角度。で、回すと、1の場所に2が来て、5の場所に1が来て、4の場所に5が来て、3の場所に4が来て、2の場所に3が来ると。まあ、こういうような形になるわけです。で、そうすると、そういうふうに、映した後の見え方っていうのは、元の見え方と同じなので、そのような対応っていうのも、同型写像だった。同型写像だというか分かります。で、これはちょっと、実際にその写像として書いてみる。じゃあ、これを負債とすると、負債1、1は5の場所に行って、2は1の場所に行って、3は、なんだ ?3 は、3は4の場所に行って、なんかおかしいぞ。1は5の場所に行って、2は1の場所に行って、3は2、すみません、3は2の場所ですね。3は2の場所。3は2の場所に行って、何を言うかっていうと、4が3の場所に行って、その負債4が3で、で、5が4の場所です。まあ、こういうような同型写像が得られるわけです。ですかね。
これが動機騒動ってことは分かりますか？いいですか？そうですね。で、そうすると、もっとたくさん動機騒動があるなってことが分かるわけです。今これ72度、右に回転させて、さっき10個って言ったっけな。だんだん不安になってきたな。右に72度回転させたんだけども、もう一回72度回転させて、だからすると144ですか。144度回転させると、また別の動機騒動が得られるし、それでまたそこから72度回転させると、また別の動機騒動が得られる。ということになるわけですね。だからで回転させていって、5回回転させると、元のこの動機騒、えっと、高等作動に、こう、戻ってしまうわけです。で、まあ、そういう動機作動もありますし、回転だけじゃなくて、この場合はですね、反転っていうのもあります。反転って何かっていうと、例えばですね、例えば、今、ここの、なんか、1を通る、縦の軸があるとして、それに、関して、この左と右を折り返すってことをします。で、そういうことをすると、それでもまた同じ形が得られるって、そういうような形で、動機作動を得ることもできるわけです。そうすると、その回転によって得られる、動機作動が5つあって、この反転によって得られる動機作動っていうのも、その1のところ、1の頂点の場所で折り返すか、2で折り返すかという、5パターンあるので、それだけでですね、10個出てきます。で、問題はですね、それら10個が本当に全部違うのかとか、その中に同じものが含まれないのかとか、ですね、ちゃんと考える必要があります。で、それを考える道具が、今、コメントで出てきましたけど、群論っていうのがあります。群論。ちょっと書こうかな。群論って言っていいか、いいのか分かんないですけど、群という数学の概念があります。まあ、群のことでやれば群論になるかと言われると、そうとは限らない。まあ、群って言ってますね。群という概念があります。で、群という概念を使うと、この場合、この頂点数が5の、経路ですね。に対して、その経路から経路への動径作動っていうのが10個あるってことが分かるということになります。でですね、ちなみにこのような、これですね。G から G への、その同じグラフに向かっていく動機作動のことには名前がついていて、そういうのをですね、自己動機作動っていうふうに言ったことがあります。まあ、これはその講義の中では別にまあ必要なかったので触れなかったんですけども、まあ今日はちょっと触れました。自己動機作動っていうふうに言うことがあります。オートモーフィズムですね。で、で、実はですね、この自己動径写像全体の集合っていうのが、写像の合成によって群になるって、これ群が分かってる人にしか伝わらない言い方ですけども、群が分かってる人だけに向かって言いますと、もう一度言うと、自己動径写像全体の集合というのは、写像の合成に関して群になります。書こうかな。まあ、書かないですね。口だけで書きます。で、まあ、そういうような群のことを自己動径群と言ったりします。グラフの自己動径群と言ったりします。で、まあ、グラフの自己動径群っていうのは実はですね、すごく興味深い対象でいろんな研究があるんですけども、それはちょっとこの講義の範囲を外れるので、話としてはこれぐらいにしておきたいと思います。で、もう一度結論だけ言っとくと、グラフに対して、二つグラフがあったときに、一方から他方への動径写像が一つだけかと言われるとそうではなくて、複数あることもあります。よろしいでしょうか？何かこの時点で質問などあればコメント流していただいてもいいし、チャットも見れますのでチャットでも構いません。いいですか？はい。じゃあ、もう一つの質問の方にあった、ですね、頂点の次数が奇数である、ん？違う違う。次数が頂点である、違う、次数、そうですね。次数が奇数であるんですね。次数が奇数である頂点の数は偶数である。ということをちょっと説明したいと思います。で、それがですね、握手誤題から実は導かれるんですけども、じゃあもう一度握手誤題を、復習しておくと、握手誤題はどこかな？握手誤題を見つけたいんですけども、ここですね。握手誤題、これですね。そこに書いてある等式が握手誤題といっているもので、左辺の方は辺の数の2倍だったんですね。で、そうそう、右辺です。右辺、ちょっと今日は調子悪いですね。右辺が辺の数の2倍。で、左辺が頂点の次数の和、総和ですね。
という形だったというわけです。で、この式から、百姓代から、今言ったことが成り立ちます。で、ちょっとそれを書いてみると、口で言っただけだとちょっと伝わらないかもしれないんで、ちょっと書いてみますけども、どういうことかっていうと、だから性質と書きますね。性質は何かっていうと、何かというと、G を、任意の無効グラフとします。で、この時に、何が言えるかっていうと、G において、次数が奇数である頂点の総数は偶数。この和ってあんまり良くないな。は偶数であるということが言えます。で、まず、この日本語は何言ってるか意味はわかりますか？いいですか？で、とりあえず、じゃあ先ほどの例で、本当にこれが正しいかどうか、ちょっと確認しますね。じゃあ、前のページに戻るんですけども、今このグラフ見てみます。で、そうすると、じゃあこのグラフにおいて、次数が奇数である頂点はどこにあるかと言われると、次数が奇数の頂点は、1の次数は2。2の次数4、3の次数は2、4の次数は3ですね。だから、4っていう頂点の次数は奇数。で、5の次数3、5っていう頂点の次数も奇数ですね。だから、このグラフの場合は、頂点の次数として奇数であるものは2つですね。で、2っていうのは偶数だから、確かに先ほど言った性質はこのグラフでは成り立ってます。で、これは、どんなグラフを成り立つ。どんな任意の無効グラフで成り立つ。ですね。なんでかっていうと、一応証明するんですけども、先ほどの悪招待から直ちになります。で、直ちっていうのは全然証明になってないんで、なんでその直ちになれるかっていうことを、説明するんですけども、悪招待より、とりあえず、今このグラフは、頂点集合が V で、辺集合 E としましょう。で、悪招待から、N の数の2倍は、頂点の次数と分かってるわけですね。こうですね。こうですね。では、今ここで、両辺を2で割った、余りを考える。だから、つまりその、もどみを取る。と、どうなるかっていうと、左辺はそもそもこれは 2× 何とかなので、これ偶数なんですね。だからこれ2で割ると、あまりこれ0になります。0ですよね。じゃあ、右辺の方はどうかっていうと、この、次数の和を2で割ってあまり考えるので、それぞれの次数を2で割ってあまり考えるわけです。いいですか？で、そうすると、次数が2のところ、あ、じゃあ、次数が偶数のところは2で割ったら、その余り0になります。だから、ここで、ここっていうのはその右辺ですね。次数の和の中で2で割って残るのは、何かと言われると、あ、この証明じゃダメかな。ちょっと今なんか、この証明だとダメな気がして、ちょっとこれ証明はちょっとダメな気がしてきたんで、ちょっとやめます。すいません。ちょっと変えます。ちょっとこれさっきちょっとお昼ご飯食べながらこれでいいかなと思っていたら、ちょっとダメそうなんです。やめます。すいません。もう一度やります。じゃあ、すいません。じゃあ、ここまで新しくて。で、今じゃあここから、ですね、V っていうのを2つの、集合に分けます。すいません。じゃあ、V0 と V1 に分けるんですけども、V0 っていうのが、頂点の中で、あ、しまった。頂点の中で、その次数が、偶数であるものを全部集めてきます。で、V1 といったら、頂点の中で、その次数が奇数であるものを全部集めてきます。
ですか。そうすると、これ1ページ収まるのになっちゃった。この辺ですね。この今 V っていうのは、この V0 と V1 に二分割されるわけです。すべての頂点の次数は奇数か偶数なので。だからそれをこの和でも分けます。V0 に入っている頂点に対する次数と、V1 に入っている頂点の次数を分けます。いいですか？こうします。で、そうすると何が言えるのかというと、ちょっとここで色を使っちゃいますけども、まあ、もともと色を使ってるんだけども、色を使うと、この握手補題においては、じゃあ、握手補題においては、まず、前に、この V0。V0 っていうのは、次数が頂点、次数が偶数の頂点を全部集めてきているので、この V0 のに関する和の中の次数とか、全部これ偶数なわけです。偶数。で、偶数はいくつ足しても偶数です。だから、このシグマ、これ全体、これも偶数なんです。ですか。で、一方で、後ろの方ですね。後ろの方のこの次数っていうのは、V1 に入っている頂点に関して足してますから、それらの次数ってのは、どれもこれ奇数になっちゃうんです。同じ奇数であるとは限りませんけど、全部奇数です。ですか。で、一方で、この、握手補題の左辺ですね。これは、やっぱり、2かけるなんか整数なのです。なので、これも偶数なわけです。ですか？ちょっと待ってください。ちょっとグーが、グーって言ってね。偶数なわけです。偶数なわけです。で、そうすると、握手話題から、この今、下に書いた式の左辺も偶数だとわかるわけです。これですね。これ全体これ偶数。いいですか？で、そうすると、何を言ってるかっていうと、右辺は何かを足してるんだけども、何かを足した結果っていうのは必ず偶数になんなきゃいけないんですね。で、一方で、その右辺の方は、その初めの方はこれもう偶数だと分かってます。で、そうすると、後ろの方も偶数になってる必要があるわけです。いいでしょうか。したがって、この V1 に入っている頂点 V に対する頂点の次数の和は、偶数になります。で、一個一個は、もう一度言うと、一個一個は奇数だったわけです。一個一個は奇数だったんです。一個一個は奇数。で、一個一個奇数のものを足して偶数になるためには、その足しているものの個数が偶数である必要があります。したがって、この V1 っていう、集合の要素数は奇数になると、あ、奇数、偶数になるということになります。偶数かけないんだ。つぶしょうおしまいですね。で、何かっていうと、V1 っていうのは、この G において次数が奇数の頂点集合だったので、証明したかったことが証明できたということになります。よろしいでしょうか？いいですか？こういう考え方をする演習問題もあるので、まあ、今日の授業内問題ではないですけども、まあ、自習でやってもらう問題にはこういう問題もあるので、同じような考え方してみてください。ここまでいいでしょうか？ですかね。はい。ではですね、復習というか、質問回答はこれでおしまいに。